皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について3分で考えていきたいと思います。皆さんはどのぐらい SNS を活用していますか例えば、m i x i に始まりえ、Twitter、Facebook、Instagram、LINE、YouTube、そして皆さん、みんな聞いていただいているポッドキャストやペリスコープなど、いろんな SNS がありますが、 ここで過去ですね、もう10年ぐらい SNS を使っている人もいるんじゃないかなと思うんですけど、投稿した、例えば写真の枚数とか、えー、テキストの情報とかって、どのぐらいありますか膨大な数があると思うんですね。しかも、えー、メッセンジャーのツールなどで、えー 友達や取引先とやり取りした内容、Gmail の内容、LINE の内容などを含めていくと、膨大な数があると思いますね。そして Google で言えば、例えば Web の閲覧履歴とか、 こういったものも検索履歴とか、え o u t u b e の視聴履歴とか、こういったものに出ていくと膨大な数があると思うんですが、で、おそらくそういった10年ぐらいの膨大なデータを元にですね、発言をしたり、メールを書いたり、LINE をしたり、そしていつも同じようなことを言ったりとかしているんじゃないかなと思うんですね。で、これらの情報に AI がすべてアクセスすることができるようになれば、 例えば、新しい物事が起きた時に、それについてどういうふうに思っている人だとか、っていうことが、もう、どういう発言をしそうだっていうことが予測できるようになりますよね。で、こうなってくるとですね、怖いなと思うんですね。つまり、これらのものっていうのをすべてインプットしてあれば、例えば、えー、ボットのレベルは上がるわけですね。よく、なんとか診断とかっていうのがあって、えー、それぞれの SNS に紐付けすると、 あなたはこういう人間ですとか、こういう言葉はよく喋、えー、っていますとかっていうね、こういう単語が多いですとかっていうレベルではなくて、全部わかるようになりますよね。そうすると今後はですね、求人をするときに、えー、履歴書に書いている人の SNS アカウントにアクセスして、人工知能に分析させたら、こういうことがあったらこういうことを言いそうな人だとかね、こういうことをしたらこういうことをしそうだとか、こういう発言をしそうだってことが、全部わかるようになっちゃうんですよね。 で、例えばどのぐらい旅行行ってるとか、どのぐらいどういう遊びをしてるかとかっていうこととか、何かね、別に本人にあって質問しなくても、その人工知能のアカウントにこの人どういう人って言ったらこういう人ですっていうのを、質問にちゃんと答えるようになってくると、そうするとですね、もう SNS っていうものが完全に自分の人格を形成していると言っても過言ではなくなってきますので、怖いなって思います。 ネットビスアナリスト横田修林でしたありがとうございましたではまた明日